私が VTuber をやってみようと思ったきっかけは、明石学人さんの本、動画 2.0、ビジュアルストーリーテリングを読んだことがきっかけでした。この本は、動画って何？という基本的なことから、動画の作り方、良い動画を作るコツまで、とてもわかりやすくて勉強になりました。また、これからは動画の時代、とか、YouTuber は儲かるとか、いろいろ聞くけど、YouTuber はすでにいっぱいいるし、今からやってもなぁ、もう乗り遅れてるんじゃないかなぁ、と思っていた私に、明石学人さんが、動画の時代はまだ始まったばかり、今からでも遅くはない、みんなで動画をアップしよう、と背中を押してくれた気がしました。YouTuber でなくても、動画に興味ある方は、読んで損はない本だと思いますんで、興味がある方は、ぜひ読んでみてください。そして、私も動画を作ろうと思ったのですが、まず何からやってよいかわかりません。YouTuber は顔出ししなくちゃなりません。妻も子供もいる。そして仕事が風俗関係。できれば顔を出したくありません。じゃあ今流行りの VTuber でと思ったのがちょうど半年前の2019年の3月のことでした。